プライマー、分子生物学において、プライマー、とは、DNA 複製時の起点となる炭酸 RNA、または DNA である。具体的な、長さは、一般的におおよそ18から22塩基程度である。DNA 複製を触媒する酵素、DNA ポリメラーゼは既存の DNA 高分子差に、ヌクレオチドを追加することしかできないので、DNA 複製過程において、必須の要素である。 ポリメラーゼは、プライマーのから始め、対抗差を複製する。生体内における DNA 複製は、RNA プライマーと呼ばれる炭酸 RNA を DNA 複製の開始に利用している。これは、リーディング差の複製時とラギング差の複製時とで異なる。ことはなく、人体内に DNA プライマーは存在しない。これらの RNA プライマーをすることもできる。一方、 生化学及び分子生物学における DNA ポリメラーゼの関わる DNA シークエンシングやポリメラーゼ、連鎖反応などのインビトロ実験手法では DNA プライマーの方が温度安定性が高いので利用される。実験上、結合相手の異型 DNA 差と近い融点のプライマーを用いることが重要である場合が多い。アニール温度よりも大幅に高い融点のプライマーは DNA 配列中の正しくない場所に分子交雑し伸長する恐れがあり、融点がアニール温度よりも低いとアニールが失敗し全く伸長しない恐れがある。プライマーはされた、通常は20塩基程度の短いオリゴヌクレオチドである。これが標的 DNA に分子交雑し、その後ポリメラーゼによる複製が始まる。ラギングサとは DNA 二重螺旋の内号末端から3への方向の分子差を言う。したがって、それに相補的な分子差は3号方向に合成する必要がある。和3号方向への合成は行えないため、ラギング差の複製は岡崎フラグメントと呼ばれる短い部分ごとに合成される。ラギング差の異形に沿って DNA プライマーゼが RNA プライマーを一気に構えする。その後、 DNA ポリメラーゼは RNA プライマーの有利 3OH 基から5、3方向に DNA 合成を行う。その後、RNA フラグメントは原核生物の場合はにより、真核生物の場合は DNA ポリメラーゼデルタにより異なる機構により除去され RNA が存在した部分の隙間を埋める新しいデオキシリボヌクオチドが導入される。そして、 DNA リガーゼが、デオキシリボヌクレオチド同士を結合させ、ラギングさの合成が完了する。深核生物におけるプライマー除去では、DNA ポリメラーゼデルタが、岡崎フラグメントに新調し、上流の岡崎フラグメントを開始させた、RNA プライマーに行き当たったところで、プライマーの5末端を、分子さ、RNA フラップに置換し、ヌクレアーゼ配列によりこれが除去される。 RNA フラップの回列はによる単フラップの回列もしくは DNA 結合による超フラップのコーティング後 DNA にヌクレアーゼ及び FEN1 による連続回列により行われる。この機構は HIV が自身のゲノムを RNA 逆転者により形成された r n a DNA から二重差 DNA へと変換する方法を説明する可能性がある。しかし、 HIV に高度されている逆転者酵素は CDNA 差からアンチセンス DNA 差を複製し二重差 DNA 中間体を作る DNA 依存性 DNA ポリメラーゼ活性の他にもそれ自体が CDNA 合成中にウイルス由来 RNA を劣化させてしまうリボヌクレアーゼ活性を持つ DNA シークエンシングは DNA 差内に存在するヌクレオチドを決定する 手法である。ではプライマーを連鎖反応の開始に用いる。PCR では増幅対象となる DNA フラグメントの特定にプライマーが用いられる。プライマーの長さは通常は30ヌクレオチド以下18、24であることが多いであり、増幅対象 DNA フラグメントの最小と最後にマッチする必要がある。これらは互いに直接複製し合う。 あるプライマーがポリメラーゼにより伸長すると、今度はそれが異型となり、指数関数的に標的セグメントを増幅することができる。プライマーが常に DNA 合成のために用いられるわけではなく、実際にインフルエンザウイルスなどのウイルス由来ポリメラーゼにおいて RNA 合成に用いられていることは注意に値する。プライマー体はそれぞれに対して、 アニーリングが同時に行われるため、似た有点を持つ必要がある。有点 T が反応のアニーリング温度よりも大幅に高いプライマーは5分子交雑を起こしこた、場所で伸長する恐れがあり、T がアニーリング温度よりも低い場合はアニールに失敗し、伸長が全く起こらない恐れがある。プライマー配列は DNA 領域を1位に選択できるよう、 金傍の類似配列との五分子交雑の可能性を避けられるように決める必要がある。普及している手法はブラストサーチと呼ばれ、プライマーが結合する可能性を持つ領域を表示することができる。ヌクレオチド配列とプライマー配列の両方をブラストは検索することができる。NCB によるフリーなツール、プライマーブラストはプライマー設計とブラストサーチを一つのアプリケーションに 統合しており、同様の商用ソフトウェア製品として e プライムやが挙げられる。プライマー設計を支援するために PCR の理論的結果をコンピュータシミュレーションが行われることもある。特定の PCR 応用用途のプライマー、設計向けには多数のフリーなオンラインツールが利用可能である。有名なツールとして幅広い特徴にマッチするプライマーを見つけることの できるプライマー3プラスやプライミークイストが挙げられる。ジェニフィッシャーを使えば、多様な異型 DNA を標的とすることのできる、高縮態度プライマーをインタラクティブに設計することができる。を使えば、多数の類似 DNA の存在下で、いくつかの特定の異型 DNA に対して、選択性の高いプライマーを設計することができる。モノヌクレオチド及びジヌクレオチド反復は、 ループ形成を起こし、五分子交雑に寄与し得るため避けるべきである。プライマーは混合された、別のプライマー、同配列の別分子さと逆配列のものと方と、容易にアニールするべきではない。この現象は、プライマーダイマーと呼ばれる、共雑物を生じさせる恐れがある。加えて、内部ヘアピン構造やループの形成は、異型 DNA とのアニーリングを受ける恐れがあるため、 自分自身とのアニールが強くてもいけない。用のプライマー設計時には5末端と3末端に AG テールを追加することで効率を向上させることができる。逆プライマーは CDNA 配列の逆相補配列を持つ必要がある。逆相補配列はオンライン計算サービスなどで容易に決定できる。宿体プライマーが用いられる場合もある。これは実際には 類似しているが同一ではない複数のプライマーの混合物である。別々の生物から同一遺伝子を増幅する際、それらは類似しているが同一ではないため宿体プライマーが便利である。宿体プライマーの別の用途としては、タンパク質のアミノ酸配列に基づいたプライマー設計を行いたい場合が挙げられる。一つのアミノ酸には複数のコドンが対応するため、実際に どのコドンが使われているかを推論することは困難である。したがって、コドン表によれば、イソロイシンに対応するプライマー配列は、一句の定める表記を用いて、オットである。すなわち A は、アデニン、T は、チミン、H は、アデニン、チミン、シトシンのどれかに対応する。縮体プライマーを用いると、PCR 増幅の選択性が大きく下がることがある。 この問題はを用いることにより部分的に解決できる。宿体プライマーは微生物生態学において極めて有用であり広く用いられている。これにより未培養の微生物からの遺伝子増幅や遺伝情報の知られていない生物からの遺伝子回収が可能とな。通常、宿体プライマーはジェンバンクにある遺伝子配列を整列させて設計される。個々の塩基に IUPAC 縮退延期表記を用いることにより配列間の違いを取り入れることができる。設計後、PCR プライマーはそれらの順列すべての混合物として合成される。このようなプライマー予測を実行できるプログラムとしては、次のようなものが挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。